さあ日本の3位決定戦ロシアとの対戦が始まりました。日本は90キロ級先方は小野隆から、ロシアはマフマードフというこの対戦になります。さあ放送席には内柴さんにも加わっていただいていますが、期待のまずは小野からということになりましたね。そうですね。どんな戦い期待しますか？そうですね、相手力が強いんで、まあ、持ったら早く技をかけて、まあ、一歩につながる技をかけてほしいと思います。はい、敗者復活の1回戦の韓国戦では非常に素晴らしい柔道を見せました小野隆。81キロ級で北京オリンピックの代表でしたが、どうやらこれ以降は一つ階級を上げてということも井上さん視野に入れていきそうですね。はい、そうですね、そういう風な、はい、形になるというふうに言ってますので、はい、まあ、これですごくいい試す機会じゃないかなと思いますので、はい、思いっきり柔道を取ってもらいたいですけどね。相手のマフマードフはフランス国際3位という力を持っている選手、こういった潜り込む技、ただやはり81キロ級のこのスピードがあります。うまく上からまずはポイントゲッターになりたいというこの小野隆、先鋒戦を迎えています。この後、斉藤聖剛キャプテンは出場がありません。穴井、そして宗田というふうに続いていきます。日本のメンバーです。7人が戦います。さあ釣り手を探っていきます。この辺り体はよく動いている小野隆、90キロ級に一つ階級を上げてどんどんへの挑戦とも取れます。引き込んでいきますが残りは3分です。まずは何といっても井上さん、この先鋒戦ですよね。はい、そうですね、団体戦にとってこの先鋒というのはとても重要なポイントになってきますから、はい、まあ、いい流れも作ってますし、はい、喧嘩やつなんで引き手なんですね。引き手ですか。手がなかなか取れない部分がありますので、そこを取ると小野選手のまた技も生きてくるのかなと思いますね。得意の内股、右の組手の小野隆です。右の釣り手から、ですから左の引き手が大事になってくるという井上康生さんの見方。さあ足を取りました。ここはうまく出し際出していきますがポイントにはつながりません。まあ、かなり技は出ていますがまだポイントにはつながりません。残りは2分と少し。まずは先方としてこの潜り込んでくる技よく見ています。ただこの不十分な内股ではなかなかかからない。一つ階級を上げたこともあって相手の方がパワーでは上回っています。背中を取っている。また足を取った。一本負けです。技ありですね。形勢になりましたね。技ありです。いやー、これは小野はなんとか命拾いをしました。一旦は主審の右手が高々と上がりましたが技ありに訂正です。相手の脇の下から釣り手を差し込んで取ってるんですけど、それを逆にですねロックされてうまく肩車に持っていかれましたんで、はい、さあただ追い詰められた日本の先鋒小野隆、まずは初戦です。いい動きを見せているだけにここからの逆転、小野には期待したいところ。また肩車に来る。こういったやや変則の技、こういった技を得意にしています強豪のマフマードフ。北京オリンピック代表ではありませんがフランス国際でも表彰台に上った経験を持っています。とにかく強豪のロシアが相手という3位決定戦です。背中を取った。内股、内股。おー、どうでしょう内股さん、やはり小野はこの内股に全てをかけるという感じでしょうか。そうですね、前と後ろでうまく使ってるんですけど、引き手が欲しいですね。引き手ですか。やはりまだ不十分なままかけている。さあ左手に注目ください。ここも不十分なまま倒していく。そして主審を見るがその手は無情にも上がりません。この大会から日本男子の新しい歩みが始まります。そんな中ロンドンへ向けて新しい階級でスタートを切ろうという小野。さあどうか、これもダメです。しかしまだまだ技がかかる余地は十分にあります。まだ1分ありますから、まあ、十分取り返せると思いますし、釣り手の部分で小外の釣り手ではあるんですけど、内股のその満員の釣り手ではないんですね。なるほど。はい、それができるともっともっとその技、はい、内股がかかってくるのかなと思うんですけど、喧嘩四つの体勢ですから小外はかかる。さあ内股、しかし井上さん、この内股ですと引き手が足りないんですね。そうなんですよ、襟を持っている状態なんで、なかなか引ききれないんですね。はい、それでも内股に行きます。ですから有効なのは先ほどから見せている小外かもしれない。あっと、これはどうか。今度は有効のポイントだ。同じように潜り込んできたマクバードフ。さあ
小野は追い詰められた。表情が険しくなる。この団体戦に90キロ級としてエントリーした先方の小野、まずは日本に勢いをつけたい、そんなベテラン戦いです。ここから内股は決まらない、内股はいけない、逆に小外に行くが、ここは潰れた形になりました。マクマードフ追い込んでいくしかないですね。強引でも掴んでいくしかないと思います、はい、もう残りは24秒です。大外、しかしこれもかかりません。大外から払い腰、タイミングはいいんですけど、しっかりと持ちきれてないんですね。何か内場さん雰囲気というのはあるんですけどね。そうですね、もっとしっかり崩してから技に入ってほしいですね。もうここはマクマードフはやや逃げています。待ての声がかかっています。あるいは指導がいくかもしれません。もう大きくポイントリードをしているロシアのマクマードフ、指導が行きます。しかしこれでははるかに及ばないポイント。一つ大きな技が欲しい。足を飛ばしてくる。さあここから右手、しかしこれもいけません。やはりこの辺りは組手の、まあ、相手の組手をさせないというマクマードフ、自分の組手に持っていけないもの。もう残り時間がほとんどありません。3位決定戦、先方の小野隆は敗れました。日本黒星スタート。 90kg 級に登場のこの小野、首を振ります。厳しい表情。いや、井上さん、勝つ可能性があったように見えただけに残念ですが。そうですね、最初小外で揺さぶってた部分があったんで、ああいうチャンスをですね、ものにしきれなかったですね。はい、日本まずは先方の小野敗れています。